ローウォーズファンの皆様、おはようございます。新ヒーロー、アルバノールの誕生イベントは、中間地点を過ぎようとしていますが、いかがお過ごしでしょうか？アルバノールの戦闘性能については、賛否両論というよりは、いな、という意見ばかり目につきますが、魔法攻撃系のヒーローということなので、想定範囲内のがっかり感だと思います。アルバノールが、シャア専用ザクみたいに、戦況を一変するようなタイプのヒーローだったら、アルバノールを先行導入していたモバイル版のプレイヤーから、アルバノールを、強く推奨する声が聞こえていたはずです。そういったコメントなどがなかったことからも、集金イベント用のヒーローかな？なんて、不謹慎なことを考えてしまった、科学信者です。さて、視聴者の皆さんは、アルバノールの店に陳列されているアイテムの、交換価格が変更になったことに、お気づきでしょうか？この画像で説明すると、価格が変更されたのは、すべて紫装備となり、1種類のアイテムが値上げされて、4種類のアイテムが値下げされました。特筆する点として、ろうそく画像のアイテムの、栄光の手、が、2500タリスマンから、1000タリスマンに、大幅値下げされたことです。チームレベルが130に近づくと、タワーの遊戯で受け取るアイテムは、オレンジ色と赤色の装備品だけになってしまいます。しかし、ヒーローウォーズの遊戯をスタートしてから1年が経過しても、紫色の装備品は必要となり、特に、この、栄光の手は、大量に必要となります。キャンペーンマップでレイドを繰り返せば、それでいいんじゃね？と思う人がいるかもしれませんが、栄光の手を入手できる最高レベルのキャンペーンマップは8章なので、エナジーを低いキャンペーンマップ番号で消費すると、受け取る経験値が少なくなってしまう弊害があります。この栄光の手は、トラインというアイテムを合成する際にも必要となるので、チームレベルが130に到達した後も何かと重要なアイテムなのです。その栄光の手が、わずか1000タリスマンで入手できるということなので、この機会に、タリスマンを大量に交換するのも、有効的な攻略方法だと感じています。さて、話は少々変わります。今からお話しする内容は、必ずしも起こり得る保証がないので、それを実行するかどうかは、視聴者様の自己責任ということで、よろしくお願いいたします。過去数回のイベントでは、イベント期間中に受け取ったアイテムを交換しなかった場合、かなり有利な交換レートで、アイテムが後からメールで届くという事例が発生しています。例えば、6個のアルバノールの書物を使って、イベントマップでボスを倒すと、1500タリスマンを受け取ることができます。そして、1500タリスマンを、アルバノールの店で、古代森のギフト、と交換すると、2個の古代森のギフトを受け取ることができます。しかし、このアルバノールの書物を未使用の状態のまま、イベントを終えた場合、1個のアルバノールの書物イコール、1個の古代森のギフト、という交換比率で、ゲーム内メールで、ボクシーから送付される可能性があります。実際に過去のイベントでは、多数のアイテムを残していた人が、優遇された交換レートで、アイテムを受け取ったと報告していたので、今回は、それを逆手に取って、大量のアルバノールの書物を、意図的に残そうという戦略になります。ただ、科学信者が、古代森のギフトを14個ほど入手して開封した際は、ハズレというか、ゴミみたいなアイテムばかりだったので、古代森のギフトを大量に受け取っても、あまり恩恵がない可能性もあります。科学信者の引きが悪かっただけかもしれないと思いつつも、未確定要素にかけてみようかな？という気持ちもあるので、科学信者は、大量のアルバノールの書物を抱えたまま、イベント期間を終える計画です。どちらにせよ、せっかくの、新ヒーロー誕生イベントですから、自分が楽しめる方法で遊戯するのが、一番だと思います。マトリョーシカ形式の開封は、楽しいからね。さて、動画終了のお時間になりましたので、
今回はここまでになります。では、最後になりますが、自己責任で、カーク信者と同じように、イベント期間を終わろうと考えている人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。